れまた美しい。これ特徴はね、服がはからんだです。はからんだ。はからんだネック、はからんだしまうんです。あ、今では伐採禁止になってる、ワシントン条約で伐採禁止になってる、はからんだです。全部、はい、ネックとしまう全部はからんだです。これお好きな方がいらっしゃるんですよね、はからんだ。モデルは22ブレッド仕様で、はい、はい、トップ材が 5A のフレームウェーブですね。 5A ってあの、はい、3A、5A、4A、5A っていうグレードがあって、はい、でこれは 5A グレードですね。でポーティングはホンジュラスマホガニです。ホンジュラスマホガニ、はい、ホンジュラスマホガニです。あとスペックをお話しすると、はい、こいつが 3way ですよね、ポチッポチッて、はい、あはい、シリーズ、トイルタップ、はい、パラレル、はいはい、シリーズとは電気回路の直列接続のこと。ハムバッキングピックアップはシングルコイルピックアップが2個並んだ状態ですが、このそれぞれのシングルコイルピックアップをシリーズ直列に接続することによりハムバッキングピックアップ特有のパワー感のある太い音が出力されます。一方パラレルとは電気回路の並列接続のこと。2つのシングルコイルピックアップのプラスとマイナスをそれぞれ同じ場所に接続します。ハムバッキングピックアップをパラレルで配線した場合にはストラトキャスターのハーフトーンと同じ出力方法となり、シリーズ配線時の出力よりも音の厚みが減りマイルドな出力になります。さらにノイズキャンセル効果も得られます。でシリーズとパラレルをこう使い分けていただく、いただきたいなっていう私の意図なんですね。で 3way のミニスイッチっていうパーツがあるので、はい、まあ、念のため真ん中トイルタップも入れておくけど、はい、シリーズとパラレルだとボリューム差そんな出ないんですよ、はい、でも一般的にはそのシリーズ配線とコイルタップってなるとコイルタップの時にえらい音量がグンと下がっちゃうので、はい、なので、まあ、ニーチをつけてきましたっていう感じですかね。でこう上下ステーションで使う時なんかだとパチンパチンっていう作業で、はい、あの切り替えしていきたいので、なのでシリーズとパラレルで上下パチンパチンっていう感じです、はい、うん、あ真ん中で止めるってこうちょっと集中しないといけないんで、うん、寝るためつけてきましたって感じです。あとはアッセンブリにオーバルトーンさんのウェルバイス、はい、はい、ロッソが入ってます。ちょっとヴィンテージの要素が入ったデバイスですね。あのコンデンサー、そう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 、はい、そうです。で、スプリングが、はい、ローヴィンテージですね。あ、ローヴィンテージ、はい、5本だけですね、はい。なので、パタランダを入れるとちょっぴり音が高くなってくる要素があるので、はい、まあ、そこを中和するような感じで、あのこういったスペックを採用してみました、はい。310です。いい感じです。好きな感じですね。いや、300です。300すごい当たってました。すごい、うちの33が似てるな。あー、なるほど
ちなみにこのダイレクトにマウントしてるのとしてないのとでなんか区別とかあるんですか？ダイレクトマウントの方がボディ振動がより、はい、電気回線系ピックアップに、はい、影響が出しやすいっていうふうに言われます。そういうのもあるんですね。でピックガードマウントの方が、はい、その分もうボディの影響が若干少ない分、うん、ピックガードのピックアップの特性が少し出やすいですね。ね、といえばドライブサウンドですかね。来ますね。レバーっぽく来ますね。はたらんだ、もうとにかく手に入らない材なので、はい、輸入、まあ、伐採も輸入も禁止されてる材料で、そうですよね、はい、偶然、はい、国内の家具屋さんが持ってるとか、はい、そういった感じで、この木に関してはそうです、家具屋さんが偶然持ってたのをチーズに関しては持ってないし、ね、日本にあるのだけで回してるんですね。そうです、そうです。残念ながらこのギターは海外の方が買えないんです、うん、あ、そっか、はい、送れないんだ。そうです、送れないんです。計らんことにそういう取り締まりが入っているので、はい、制限されるんですね。貴重ですね。そうなんですね、そう、非常に貴重です。非常に貴重だ。いいですね。粘りますね。
ネックはウチーズさんのネックはいいですよね。すごい人です。はい。気持ちいいですね。気持ちいい。そこがやっぱ真鍮ギターの、うん、味噌というか、綺麗に丸めてくれてますよね。ここが、はい、みんなそうです。綺麗に処理してくれるので、ね、今朝も僕は某 G 社に弾いてきました、ね、某 G 社やっぱコツコツコツなんか、うん、なんか光るんですよね。カチカチとチクチクとしますけど、はい、一切ないですね。そうなんですよ。ピッピグもオートドロップタイプですね。NGT だから締めるタイプですね。42でしたっけ？42です。これ69万3000円です。ただ、うん、働いた、お好きな人ってやっぱ一定数いらっしゃって、そうですね、はい、そういった方がそのこの値段聞くと、うん、おお安っってなるかもしれません。ああ、なるほど、はい。まあ、ちなみにアコースティックギターですけど、はい、マーチンがハカラウッタボディサイドバックですね、はい、の例に一発なんかを市場に出すと、おそらく350から400万ぐらい。ああ、それがこの塊で、ネックの塊材で、69万3000円。ある意味、破格であると。はい、破格だけ、破格だけ